さあ、エブンポの時間がやってまいりました。本日は立教大学の正誤問題いってみたいと思います。中線が引っ張ってあるイーロハーニのこの4つの下線部の中から、まあ、表現上ダメなものですね、文法語法上ダメなものを1つ選んでいただけると嬉しいかと思います。では皆さん10秒間お願いします。さあ皆さん、問いの1番でございます。皆さんもう出だしがあれみたいな感じになりそうですよね。皆さんですと言われたら当然比較級で、比較級の左側に皆さん座がついておりますので、あなんか座は比較級、座は比較級、うにゃうにゃすればそれほどますます点点点みたいなものなのかなと思って、後ろもう一回座比較級が出てくるんじゃないかなと思ったら出てこないんですね。あら、ということです。ですから、ダメそうなものを、もちろん正解はいいということでよろしいかと思います。じゃあどうしたらいいんですかって言われたら、皆さん、まあもちろん座がついてますからね。比較級じゃなければ、じゃあ最上級でいいんじゃないかなというところでございます。まあひとまず正解はいいですね。で、続いて問いの2番です。Unlike non-human なんとかかんとか。だからこれですよね。さあ、関係代名詞。フィッチの右側、レスポンシーズということで、皆さん、これ、あーとか、ザーとかついていない名詞が来てますよね。で、もちろん、ご存知の方多いかと思いますが、あーとか、ザーとかついていない名詞が来た場合には、フィッチではなく、これでよろしかったかと思います。皆さん、フーズですよね。ですから、皆さん、このフーズに関する説明の動画ですね。以前から撮影させていただいております。ですから、スマホでご覧になっている方は、画面の右下、このボタンを押していただきますと、それのリンク先貼っておりますので、この後、お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。ですので、まあ、ひとまず、後ろ、あーとかザーとかついていない名詞が来ておりますので、フーズが正解ということでいいかと思います。では、次の問題いきます。さあ、続きでございます。問いの3番と4番ですね。10秒間でお願いいたします。さあ、行きましょう。さあ皆さん、問いの3番でございます。もちろん出だし、did I hear…… 点点点と呼んでくるとですね、皆さん、ポイントは、これでよろしいかと思います。皆さん、残、比較の残ですよね。で、皆さん、これも以前から動画でお話はさせていただいてるんですが、皆さん、比較の残の左側と右側、それは同じ形でなければならないですよ。というお話はさせていただいております。ということは皆さんもうこれでわかりましたね。皆さん、残の左側、in attending ing になっております。こうですね。ということは皆さん、残の左が ing ということは皆さん、右側、これですよね。皆さん、語動詞の原型。そのまんまではまずいですよね。ですから皆さん、going に直さなければいけないということでございますので、選択肢下線部の2が正解ということでよろしいかと思います。もちろん、その比較のお話、リンク先は後で貼っておりますからね。そして問いの4番です。ザデイ、てんてんてん。さあ皆さん、時制がヒントになってそうですね。例えば、皆さん、アグリー現在時制で書かれております。もちろん皆さん、文末のこのライズイズも現在時制ですね。そして皆さん、下線部は葉のところをご覧になっていただけるとよくわかるかと思いますが、助動詞の後ろにハブプラス過去分詞。これを皆さん、このまんま置いてしまうと、時制は過去を表していましたね。で、もちろん、それの動画のリンク先も貼っ付けております。で、そこでお話はさせていただいてるんですが、助動詞プラスハブ過去分詞は過去時制。
ですが皆さん、下線部が引っ張っていないところは現在時制ですので、これは直さなくちゃいけないなということでよろしいかと思います。ですから皆さん、ひとまず正解は下線部は。で、このままほったらかすわけにはいかないので、現在時制にするためには、これでいいかと思います。have プラス過去分詞をやめればいいわけですからね。must be点点点ということでバッチリでございます。では、ラストの問題です。さあ、じゃあこれで最後でございます。残り問いの5番と6番でございます。では、10秒間お願いいたします。さあ、行きましょうか。では、皆さん、問いの5番でございます。The spread of arms in this country has taken its place. 終わりました。皆さん、熟語でこれはご存知かと思います。皆さん、take place で起こりますよということでよろしかったですよね。ですから皆さん、選択肢、下線部、ロー、皆さん、この5つのところがいらないですよね。これを取っていただけますと、バッチリということで、よろしいかと思います。take place ということですね。で、皆さん、最後、問いの6番でございます。societies... 点点点。皆さん、もう文末ですよね。皆さん、文末、at all を見たら、左側に、否定語があるんじゃないかと考えますよね。皆さん、not at all。後でまとめますが、皆さん聞いたことあると思います。全くにゃにゃないという否定の強調ですよね。ですから皆さん、at all の左側に否定語あんのかなって見てみるんですが、ないじゃないか。ということです。ですから、ちょっとどう直すかは置いといて、ひとまず正解は下線部2ということで問題ないかと思います。じゃあまず正しい形にはどう直すんですかと言われたら、皆さん左側に最上級がいますよね。The hardest、ということです。ということは皆さん、もういけそうですね。皆さん、at のところを、皆さんこうすればいいんですよね。of all。つまり、すべての中で最もハーデストな点点点ということで問題ないかと思います。ですから、このあたり皆さん、比較級とか最上級とかの基本的な情報でございますので問題ないかと思います。では、まとめに行きます。さあ皆さん、まとめでございます。先ほど扱った語句で、これは押さえとかなければというところをまとめてみました。皆さん、not at all、出ておりましたが、皆さん、not in the least ですね。これもいつ問われてもおかしくないレベルでございます。そして皆さん、take place 起こる。そして、先ほどは扱わなかったですが、available to という熟語、be known for という熟語。このあたりも、しっかり知識が確実かどうかを試す問題が出ておりましたので、ですから、まとめておきました。ですから、皆さん、もし知らなければ、この後皆さんノート取っていただいてですね。で、取っていただいた後はいつも通りこれですね。赤シートで隠して、皆さんちゃんとスラスラ言える、かどうかをしっかり頑張っていただけるとよろしいかと思います。解説聞いて終わりだともったいないですからね。そして、皆さん、この右側ご覧になっていただけるといいかと思いますが、皆さん、立教大学経済学部などの問題は扱いました。で、皆さん、9問中ですね、実際に解説をしたのは6問なんですが、皆さん、五大文法は先ほどでも扱いました。って何ですかっていうと、もちろん、その次に繋がる。皆さんも今後出くわす可能性が高いので、それを優先的に説明させていただきましたが、でも皆さん、この矢立ちとスタディの動画と同じレベルでございますし、皆さんがやってる授業、問題集、参考書ですね。それとも同じレベルでございますので、特に難しい問題はあんまり出ないと考えていただいていいかと思います。そして、先ほどは使わなかったんですが、語法が1台出ておりました。ただ、そうは言っても皆さん、これ、do の目的語と言われたら、もちろん、うにゃうにゃ、おー、するという意味なわけですから、皆さん、当然その目的語は、まあ、そりゃ動作ですよね。ということが分かってるかどうかを試す問題でございましたので、ちょっと念のためコメントだけしておきますね。
そして皆さん熟語でデックプレイスが先ほど出ておりましたし、ノタトール、まあ、この辺ですね、いいかと思いますが、もちろん皆さん熟語集頑張っていただいていると思います。いつもお伝えしておりますが、やっぱり戦後ぐらいはですね、押さえておいた方がいいんじゃないかなというところでございます。そして皆さん9問許容範囲、まあ多分大丈夫だと思うんですが、満点は難しいとしても1問ミスぐらいには抑えられるレベルかと思いますので、特に恐れる必要性は全くないよというふうに考えていただけるといいかと思います。いきますかね。ですので皆さん立教経済学部扱いましたが、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。では明日以降もよろしくお願いいたします。